どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。まずはですね、概要欄 URL よりですね、動画を見ていただけたら非常に幸いでございます。山梨県にあるカントリーコテージバンさんだっけな、という施設に来ておりますので、どんな施設かをまず見ていただいてからこちらの動画に戻ってきていただけたら嬉しいです。というわけでですね、今からバーベキューの準備をします。現在午後5時ぐらいかな、4時ぐらいからゆっくりして少し寝ようと思ったんですけど、寝れなくて圧倒的寝不足感ありますが、バーベキューしちゃいましょう。行きましょう。キッチンが広くて綺麗だからすごいね、いろいろやりやすいっすね。で、包丁も研いであるんですよ。これははかどるよ。また前回同様ですね、タイしゃぶ刺身ハマっちゃって、ハマっちゃって切るのめんどくさいですけど、これは皆さんやった方がいいですよ。一手間かける意味はあります。いつもより前回よりですね、多めの刺身です。うひー、もううまそう、食べたーい。はい、バーベキュースペースにやってまいりました。こちらが本日の夜ご飯でございます。お肉とその他もろもろとスンドゥブと、あと刺身が冷蔵庫にありますね。で、こんな感じで映えるようにですね、カラフルなお酒を買ってみました。楽しみ。火つけます。バーベキュー開始しました。なんだこの置き方は。今回は焼肉セットじゃないお肉なので少し分厚めですね。いただきます。うん、全然違うわ、全然違う。やっぱこっちの方がうまい、圧倒的にうまい。豚トロもね、非常に好きなんですよ。毎回食べたいんですけどね、こうやって売ってるお店あまりないので貴重ですね。ソーセージ、トントロわさび醤油。ではいただいちゃいますよ。いよいよキンキンに冷やしましたからね、いただきます。うん、めっちゃこぼした、めっちゃこぼした。飲み物はやはり冷たさ大事ね。製氷機って言うんですか、氷作るやつ、それは常に車の中に置いとこうと思います。どんなコテージ、冷凍庫があるコテージに泊まっても氷が作れる準備はしておきますわ。これは本当に美味しい。うまいよお肉、うまいよ、うまいよ、ビールもうまいよ、ビールもうまいよ、悪魔的だ。そしていよいよステーキ投入。なんとこのステーキ1枚600円。はい、いきますよ、焼き目、焼き目お見せします。いい感じ。うわ、美味しそう。すっごい、待って、炭の数すっご。こちらの肉はですね、これぐらいの焼き目で中がレアの状態で放置して、それぞれが好みで焼き具合を作っていくという形ですね。絶対うまい。塩コショウも振りまして、あとは火につけるだけ。これはおそらくね、ミディアムレアぐらいにできたと思うんで、この熱々の状態、熱、いただきます。うん、うまい。ああ、柔らかい柔らかい、うまい。
こちらわさび醤油でございますね。わさび醤油、わさび醤油のステーキ。あ、間違いないね、わさび醤油がこれ。うまいわ。わさび醤油だったらいけるわ、全然。真っ赤なエビさんでございます。これがうまいんですよ、本当にね。さあ、いよいよ、タイの登場だよ。タイしゃぶの準備をしている間に刺身をいただいちゃいますか。結構暗いな。それぞれのコテージからですね、にぎやかな、すごい幸せそうな声が聞こえてきてます。結構バーベキューしてる人少ないかもしれないな。どうなんだろう。それとも皆さんのマナーがいいのか。本当に静かにバーベキューしてらっしゃいますね。お刺身いただきます。やっぱうめえ。これならいくらでも食える。冷てえ。買った買った。レモン堂よりビターですね。これは好みが分かれそう。ではしゃぶしゃぶします。あっつあっつ。手が近づける。あ、もうボロボロになって。あっつ。はい。前回あの白髪ネギを切り忘れてて、今回はちゃんと切りましたね。いただきます。超うまい。食べてみんな。これはうまい。はい、バーベキュー終了しました。照明今日持ってきてないんで、早めにですね、中に入ってゆっくりしようかなと思います。結構ぼやけちゃうんですよね。部屋の中に入りました。まだ8時ぐらいかな。8時ぐらいですね。早めにお風呂に入って晩酌の時間を長くしたいっていう感じはありますね。刺身も残ってますんで、風呂入って楽しみな時間が待ってますよ。浴槽広っ。あのあとですね、気がついたら寝落ちしておりまして、30分ぐらい寝て目覚ますためにお風呂に入ってきました。すごく気持ちよかった。キャンプとか汗かいて一日風呂入れない時に入る風呂って本当に気持ちいいんですよね。その気持ちよさを味わうためだけに風呂入らないっていうのもありですね。これからもう一飲みしますか。まだ9時半とかなんですよね。飲める飲める、まだ楽しめる。はい、しゃぶしゃぶと刺身が余ってますので、酒を飲みながらですね、晩酌を楽しみます。日本酒買っとけばよかったな。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時半です。二日酔いだな。これは二日酔いです。なんか天気良さそうなんですよね。外行ってみよう。いやー、すごく天気がいい。カメラ越しでは見えないんですけど、富士山くっきり見えてます。くっきり光の加減かな。今日も実は雨予報だったんですよね。いやー、よかった。
見えるかな、ちょっと見えない。なんで見えないの、こんなに。朝風呂しましょう、朝風呂。眠気覚まさないと。風呂出ました。朝風呂気持ちいい。最近風呂が年々気持ちよくなってってる気がする。そしてですね、口内炎ができて喋りづらいんですよね。下のオレンジジュースいただきます。朝食でございます。昨日食べなかったスンドゥブとカニ雑炊ですね。カニ鍋風雑炊。お腹痛くなりそうな朝食ですね。いただきます。ごちそうさまでした。テラスでのんびりしてます。富士山見えてるんですけどね、くっきり。ほんとこういう時にコーヒー飲めたらなーって毎回思いますよね。あー、もうチェックアウトの時間です。チェックアウトします。チェックアウトしました。いやー本当にすごい。前回来た時よりも断然パワーアップしておりましたし、施設も綺麗だし、いやずっと前からバンさんは来たくて、動画でも紹介したくて、やっともう数年ぶりに来たんですけど、本当に来れてよかったです。そしてこれからもまた来ると思いますので、車がピーピー鳴ってる。ぜひですね、皆様も行ってみてください。本当にいいコテージですよ。やみつきになっちゃいます。天気も良くて富士山も見えて最高の一日でした。というわけでですね、また合間を見てこういった旅に出れたらいいなと思っております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。